戻ってきた。4月14日、南会津町の有志らが相馬市へ炊き出しに出かけました。炊き出しは南会津町料理飲食業組合、奈良屋、南山観光屋、町観光協会などが協力し合い、旧相馬女子校に避難されている皆さんに昼食と夕食を提供しました。今回はいくつかの団体や個人の思いが一つになり、この炊き出しが行われました。奈良屋さんは今までに福島市や田村市などの避難所にも出かけ、うどんを提供してきました。南山観光でも豚汁などを提供してきました。それぞれがバラバラに支援をしていた事業所は、温かいご飯とおかず、汁物を提供できないかと考えていました。ここへ藤亭さんが代表を務める南会津町料理飲食業組合が料理を提供し、観光協会や町内有志も協力し、昼食はうどん、夕食は魚の煮付け定食弁当の提供が実現しました。午前6時、必要な道具を積み出発。カメラは観光協会の車に同行しました。貸し道路を通り高速道路に入ります。はい、こんにちは、ミネです。佐々木です。はい、阿部さん、ご存知です。はい、ゆたろくんも寝てます。現在は一般車両も高速道路を通行することができます。あ、それやっぱ陥没して、震災直後は通行が解除されるまで支援物資や食料などの緊急物資を運ぶために緊急通行車両の通行証が必要でした。他とは違うサービスで、他とは福島から国道115号を通り相馬市へ向かいます。いらない、装飾はいらないみたいな感じになりますよね。芸能の話題です。5キロ以上道なりです。これだ。これ。ついたの？うん、これ。ついたの。これ、うん、これここ、これが相馬女子、相馬女子校みたいです。で、左前が相馬高校、そっちが、うん、そっちに相馬高校は、なんか海が見えないから相馬に行ってる。そっちは、ここ飯。旧相馬女子校には南相馬市の皆さんが約500人避難されています。各教室に10人から20人ずつ避難しています。玄関では風呂に行く皆さんがバスを待っていました。あ、海に近いとこ、いねえです、原松区、うん、だから原松区でも海沿い、うん、じゃあ行ってきます。玄関を入ると掲示板にはお知らせなどがあります。
この学校に避難している皆さん、ほとんどが原発の影響で避難しています。しかしここも耐震の理由で移動しなくてはなりません。1ヶ月以上の避難生活、本当に疲れています。ここが防波、全然学校にも何にもなんなくて、耐震でできなくて、みんな居酒屋に行って、はい、それはもう今日からでも行けるし、17行けるし、16、17、18まで、ここ18までみんな明かすので、はいはい、うん、ここはもう1ヶ月、あ、ここ来てからは20日、うん、もう十何日だからね、20日過ぎですね。うちはじゃああるんですね。うちはあります、はい、その、うん、原子力で、はい、はい、うん、今度は田舎に、はい、はい、そうです、みんな、うん、点々こうみんな別れてね、うん、家族8人で来てるんですよ、はい、農家だから専業だから何もできないし、うん、そうみんなで子供もいるし、はい、孫ね孫いるからみんなでもは、はい、不便だし、うん、そう、そう、買い物にもねちょっと遠いから、原町地区ではお店が本当に大きいスーパーも何もやってないから、はい、で買い出し時間かかるし、ガソリンかかるし、食べるに時間かかるしね、うん、うん、ね、ね、うん、いやー、我々も本当にね、予想でなってもね、もうそんな感じもなかった、感じなかった、いや、大変だってぐらいで、こっちでもね、いや、今度は自分の身になってね、いや、九州から、もう全国から来てるんですよね、もう、はい、はい、九州から来てる人も毎日、きんつば焼いたり、ポテト焼いたり、もう毎日干して、皆さんに、うん、うん、うん。いただいてます。今度どっちに？今度はあの地元山の市内の原町第二中学校。はい、やっぱり女ですからこういろいろ、ね、あの身、ね、の回りですね。そういうのがちょっとあれです。やっぱ自分の家にいるわけにはいるようなわけにはいかないですもんね。まあしょうがないけど。間に合うかな。外では宮崎県から来た救助隊も。水道や設備の仕事をしているプロの集まりだそうです。3日間金つばを提供したほか、避難所に簡易の風呂を設置しているそうです。風呂を設置し、その場へ置いていくそうです。あとフライドポテトやったと使いたくないみたいな、自分たちもそれをもう置いていきますんで、お風呂も全てで自立して、早く使えなくなればいいんですけど、使えなくなったらまた取りに行きます。お風呂つけて置いていくんですか。うん、南さんはなんか朝聞いた話によると、何日前にどこから全部教えてください、はい、国、4月9日に宮崎を朝6時50分に出発して、うん、こちらに着いたのが11日の夜の8時やったんです。あー、じゃあ、うん、20時間ではないけど、はい、で途中、滋賀に車内泊行ったんです。中泊来たらいい、うん、どこに、みんな何の扱いですって言いましたっけ。なんかこう水道屋さんとかいろいろ、はい、私が消防士、消防士、はい、はい、消防士で救急救命士で今救急車に乗ってます、はい、こちらも消防隊員、消防隊員さん、はい、はい、じゃあ魚屋さん、魚屋さん、はい、じゃあ食材も集めて、なんか、はい、そういえば干物を持ってきたって、干物とすり身ですね。あとその今日風呂作りに行ってる仲間が水道屋さんといらっしゃいますよね。はい、フェス屋さん親子、それは水道屋さんと設備屋さんですね。設備屋さん、はい、あ、だから風呂作れる、はい、ね、そっちちょっと見れない。あと大工さんもいます。大工さんもいます。そういう方たちが来て、じゃあ、はい、まあ、ありがたい。もう優勝募って、うん、もう一番最初に行こうって言ったのは、あの設備屋さんの出口まれとしさんですね。出口さん、はい、その方が一応ここのリーダーということで、じゃあ朝あったかかかな、はい、そうです、あ、じゃあってるね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あと風邪ひかないように。ありがとうございます。は